私の名前は美奈子。3歳の娘の美希と旦那の3人暮らしです。旦那のケイトは会社員ですが、育児には協力的で、保育園の行事にも積極的に参加してくれています。ママ友とも特に問題なくやっていたのですが、ある日ママ友の一人である香織さんから急に変な LINE が来たのです。美奈子さん、今週末の行事って参加するの？するよ。香織さんも参加します？しますよ。美奈子さん一人で参加するの？いや、旦那も一緒に。そうなんだ。じゃあケイト君も来るんだね。その LINE だけでもなんとなく違和感を感じました。普通ママ友の旦那の下の名前にくん付けで呼ぶかな。そう思って不思議に感じていました。美奈子さんも来るんだね。ケイト君来られるなら別に美奈子さん来なくてもなんとかなるんじゃない？え？なんで？だってただのバザーだし、美奈子さん来るより男で会った方がいいし。それはもちろんそうだけど、保育園の行事はできるだけ夫婦で参加するって決めてるからさ。そうなんだ。じゃあケイト君と私が一緒に作業するから、別に美奈子さんは来なくていいよ。どういう意味？よくわかんないんだけど、香織さんの旦那さんは参加しないのかな？しないよ。うちの旦那は子供にも私にも別に興味ないから。そうなんだ。なんか変なこと聞いちゃってごめんね。謝るくらいだったらケイト君貸してよ。はい？とにかく週末の行事はケイト君一人で来させてよ。私がケイト君と一緒にミキちゃんの面倒見るし。いやいや、私も予定空いてるし、ミキ優先だから行くよ。それに香織さんとこのカイ君はどうするのよ。私とケイト君で2人分面倒見るから気にしなくて大丈夫よ。よくわからないけど、行事は夫婦で参加します。私も行くからミキの面倒とか気にしなくていいですよ。保育園に入ったのもつい先日なので、香織さんと知り合ってからまだ1ヶ月と少ししか経っていなかったし、そこまで連絡を取り合うような仲ではありませんでした。しかし子供の送迎で何度かケイトと遭遇したようで、それからこんな変な LINE がちょくちょく来るようになっていたのです。その週末のバザー終了後、私は香織さんから信じられない内容の LINE を受け取ることになってしまったのです。ちょっと美奈子さん、なんであなた今日来たのよ。おかげでケイト君と全然話せなかったじゃない。別に話す必要ないでしょ。何か要件があれば私から伝えることもできますよ。何かあったの？ケイト君がかわいそうでしょ。かわいそう？どうして？あなたの旦那さんのケイト君だけどね、多分私のこと好きみたいなのよ。はい？だから2人になる時間をできるだけ取りたかったんだけど、あなたがいっつも邪魔するからなかなか2人になれないのよね。いや、本当に言ってる意味が全くわかんないんだけど、香織さん大丈夫？私もケイト君も大丈夫じゃないわよ。あなたが邪魔さえしなければ私たちはもう結ばれる運命なのに、どうして邪魔をするの？ひどいと思わない？意味がわかりません。ケイトは私の旦那よ。香織さんとは特に関わりもないでしょ。でもわかっちゃうのよね、昔から。何が？私に好意を持ってる人ってすぐわかっちゃうのよ。今までモテてきたからそういうのには敏感になっちゃって。ケイトはそんな感情ないと思いますけど。この間あなたの代わりにミキちゃん迎えに来てたでしょ。その時に少し話したんだけど、それで分かっちゃったの。この人絶対私のこと好きだって。だいぶ勘違いだと思うんだけど。そう言ってられるのも今のうちだからね。どういうこと？私とケイト君は結ばれる運命だから、あなたは遅かれ早かれ別れることになるわよ。
そんなわけないでしょ。ご心配していただかなくても、私とケイトはラブラブです。ケイト君かわいそう。あなたに無理やり従わされて、早く自由にしてあげてよ。香里さんおかしいよ。人の家族のことに口出しするのやめた方がいいんじゃない？今はあなたの旦那だけどね、ケイト君は私のものになるから、すぐにね、今に見てなさいよ。そんな恐怖の LINE が来たので、今までケイトには特に何も話していませんでしたが、 LINE を見せて相談することにしました。案の定、ケイトは香里さんと話したことは記憶にすらないようでしたが、当分様子を見て悪化するようであれば対応を考えようということになりました。しかし、そのすぐ翌週に事件は起こりました。香里さんがケイトにストーカーまがいの行動を起こしたのです。そこで私たち夫婦は勘違い女に現実を見せてやることにしました。香里さん、あなたやらかしちゃったみたいね。何が？何のこと？しらばっくれても無駄です。今日ケイトのこと駅前で待ち伏せして抱きついたんでしょ。さあね、それ誰に聞いたのよ。私とケイト君の二人だけの秘密なのに嫉妬してるの？嫉妬？するわけないでしょ。そろそろ現実見たら？現実って何よ。美奈子さんこそそろそろ出ていく準備した方が自分のためになるんじゃない？ケイト君をこれ以上苦しめるのもやめてあげてよ。香里さん、いい加減にしてくれる？ケイトと相談してストーカー被害で警察に相談しようと思ってるから。ストーカー？誰が？あなたがよ。他人の旦那のことつけ回して抱きつこうとするなんて、さすがに異常よ。ケイト君は今はあなたの旦那さんだけど、もうすぐ私と結婚するのよ。だから私はストーカーなんかじゃないわよ。ケイトが隣であなたと結婚するわけないって言ってるよ。え、ケイト君、この LINE 見てるの？というか、ケイト君って呼ばれてるのも怖いし気持ち悪いからやめてほしいって言ってるわよ。そんなことケイト君が言うわけないでしょ。今、香里さんの旦那さんに電話で連絡してる。うちの旦那に？なんでよ、どういうこと？保育園の行事の時に連絡先交換してたみたい。今電話で事情を説明してる。ありえないでしょ、旦那に言うなんて。私がまるで不倫してるみたいじゃないの。不倫になんてなるわけないけどね。ケイトにその気はないんだから。でもあなたからの迷惑行為はさすがにもうやめてもらいたいの。迷惑行為って何よ。ケイト君が私のこと好きになっただけでしょ。勘違いです。あなたのことなんて何にも興味ないって。ただ怖いからやめてくれって言ってる。ケイト君がそんなこと言うわけない。旦那さんにももうバレたので、旦那さんとちゃんと話した方がいいんじゃない？なんでそんなことしたのよ。美奈子さんが余計なことしなかったら順調に言ってたのに。順調に言ってたっていうのも全部あなたの勘違いだからね。他のママ友にも相談したし、これが広まったら香里さんもまずいんじゃないの？他の人にも言うなんてありえない。私とケイト君の純愛を。目を覚ません。あんたの勘違いはもはや病的なんだよ。もういいから自分の旦那さんと話してくれる？これ以上関わってきたら本当に警察に言うからね。ケイトも迷惑してます。そんなはずないのに。もう二度と人の旦那に近づかないでね。さよなら。その後、香里さんは旦那さんに問い詰められてケイトから言い寄ってきたという言い訳をしたそうですが、状況から考えても嘘だというのはバレバレでした。結局旦那さんに連れられて家まで謝罪に来ましたが、香里さんは一言も喋らずに旦那さんだけが謝罪してくれました。それからなんとなくその話が広まってしまって、香里さんは保育園のママ友の間でも浮いた存在になり、しばらくして引っ越していってしまいました。
おかげで私たち家族は平穏な日常を取り戻し、夫婦の絆もさらに深まったのでした。思い込みの激しい人って怖いですね。ご視聴ありがとうございました。本日のナレーションはみことでした。また見に来てくださいね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。